今月17日までの1週間で1医療機関あたりのインフルエンザの患者数が1位を超えたことから県は流行シーズンに入ったと発表しました県では感染予防対策の徹底を呼びかけています今月17日までの1週間に県が指定する医療機関で確認されたインフルエンザの新規患者数は1医療機関あたり1.51人で 前の週を1.18ポイント上回りましたこのため県は流行開始の目安の1位を上回ったとして今日流行シーズンに入ったと発表しました保健所別では多い順に県央で3.44人、釜石で3人、中部で2.7人などとなっています県によりますと昨シーズンは10月に流行入りしましたが 今シーズンは例年並みで、学校の休業措置はこれまでに7件確認されています。今後、さらに感染が拡大する恐れがあるとして、県は手洗いや咳エチケットなど感染予防対策の徹底を呼びかけています。